Zicaria Sitin ended his book The Earth Chronicle as follows The realization that we are not alone even in our own solar system and the coming re encounter with another more advanced civilization should be at the top of humanity agenda. In that respect A conference such as this is an important step in the right direction.To know the future, study the p a s t ゼカリ a シッチンは地球年代記の最後で次のように書いています。この太陽系だけでも 地球人だけが知的生命体ではないと私たちがまず気が付くことそしてやがて私たち人間が私たちの文明よりはるかに優れた生命体と遭遇することを地球人である私たちは最重要の課題とすべきであるこの点において正しい方向性を持った会議を持つことは重要なステップである つまり未来を知るために私たちは過去を学ばねばならないと。広林ハママ・シティ・ジャパン。 The History of the Holy Cross is not as old as the crucifixion of Jesus Christ, or according to Wikipedia, it is not older than second or third centuries or fourth century when the Empress Helena, mother of Constantine, the first Christian emperor of Rome, traveled to the Holy Land in three hundred and twenty six to twenty eight the Empress Helena discovered, by a miracle, the hiding place of three crosses that are believed to be used as a crucifixion of Jesus and of two thieves. The cross is now named the True Cross. Wikipedia 紀元後にないし、3世紀以前には遡れないそうです。また、ローマ皇帝の中では最初のキリスト教徒として知られているのがコンスタンチン皇帝です。そのコンスタンチン皇帝の妻のヘレナは紀元後326年から328年にかけて聖地を訪問していますが、その時ヘレナは奇跡的にイエスが 貼り付けにされた十字架を発見したと言われています。これが現在、キリスト教徒たちによって、真の十字架と呼ばれている十字架です。What is a holy cross for human beings?、Japan、キリスト教といえば十字架。十字架といえばキリスト教。今日はその十字架について考えてみたいと思います。で、結論を先に 話しておきます。キリスト教イコール十字架と広く考えられていますけども、十字文様なるものはですね、イエスが処刑されるより以前、はるか昔にすでにこの地球にはあったということです。つまり、十字文様の十字架は、キリスト教 こだけのものもでではないということとうすね。つまり、キリスト教イコール十字架、しかし十字架イコールキリスト教ではないということです。で、私たちは十字形を見ると即キリスト教と結びつけて考えがちですけども、エチオピアのラリベラを例に挙げるまでもなく、必ずしも十字形イコール キリスト教ではないということです。それを順に説明していきます。で、キリスト教でいう十字架の歴史についておさらいしておきたいと思います。冒頭でも言いましたように、まあ、ローマ皇帝の中では最初のキリスト教徒となったコンスタンチ皇帝のその母の ヘレナはですね、紀元後326年から328年にかけて聖地を訪問しています。その時にヘレナは奇跡的にイエスが貼り付けにされたという十字架を発見しています。まあそれにとって4世紀のことなんですね。で、十字架というものがですね、キリスト教のシンボルとして使われるようになったのは、まあ少なくと思っていますか、2、ないし3世紀。 前後だと言われています。まあ、それ以前にはまあ十字架というものはなかったということになります。まあ、そこをしっかりと確認しておいていただきたいと思います。で、十字架がキリスト教の信仰の中で重視されるようになったのは 4世紀以降であるということです。少なくともイエスの処刑直後から十字架があったというわけではないということです。一つ外堀を埋めておきます。ウィリアム・シェイクスピアです。シェイクスピアはですね、1616 16年に亡くなったということになっています。その7年前に 14行詞の詩集を発行しています。これがその詩集です。シェイクスピアーズと書いてありますね。14行詞、ソネッツです。で、1609年にこの詩集が発行されています。まあ、14という数はですね、いわゆるミトラ教の比数学ということになります。7×2 ということなんですね。で、この 7×2 の7に注意してください。 その流れは現在のニューヨークの自由の像の光線,へ光線へとつながっています。ミトラの光線の数も7本です。そして自由の像の光線の数も7本です。そしてその流れはフリーメイソンリーへとつながっています。つまりシェイクスピアはフリーメイソンリーであったということになります。そしてその詩集のトップのところには7本の光線を持った子供の絵が描かれています。この 丸で囲んだ部分に注意してください。子供が描かれています。そしてその子供の頭には7本、光線もしくは花びらのようにも見えますけども、7枚の光線もしくは花びらが描かれています。つまり、このような形でシェイクスペアは自分の立場を鮮明にしたということになります。7。なあち、ミトラの光線の数、そしてその流れは自由の像の光線の数へと繋がっています。 7、7、7で構成されています。自由の像というのは全体に見ても至るところで7の倍数あるいはミトラの比数学が使われています。まあそれについては別のところで紹介しましたが、そのシェイクスピアがですね、フラターニタス、なわち UI という組織を立ち上げます。フラターニタスイコールフリーメイソン。フリーメイソンイコールフラターニタスと考えても間違いありません。 外郭団体、組織的には現在は外郭団体ということになりますけれども、フリーメイソンに入ることをフラターニタスに入ると、まあ、英語でも言います。そのフラターニタスの文章に実は十字架が描かれています。ウィリアム・シェイクスピアの立ち上げたフラターニタスです。その フラターニタスの紋章にはですね、えー、十字架が描かれています。フラターニタス、つまり UI という名前の組織ですね。で、私はメルボルン大学のインターナショナルハウスに留学していました。これがそのインターナショナルハウスの紋章ですけども、このインターナショナルハウスの紋章の下にフラターニタスと書いてあります。なおち、フリーメイソンの外郭団体であるフラターニタスということになります。 組織的には独立した組織ということになっています。で、フラターニタスといえば、ウォルト・ディズニーがいます。ウォルト・ディズニーはフリーメイソンのメンバーではなかったと言われてますけども、フラターニタスのメンバーであったことには間違いありません。33すなわち、フリーメイソンにおける最高階級の番号が当てがわれています。そして、まあ右は、ディズニーランドのホンティドマンションの文章ですね。 そして、ウォート・ディズニーは自分の立場を自分の作品の中で表現しました。まあ、こうした絵を通してですね、ウォート・ディズニーは自分の立場を鮮明にしたということになりますが、つまり、ウォート・ディズニーはフリーメイソン以上の、てますか、メンバー以上のメンバーであったということがこれでよくわかります。 三角形、ピラミッド形ですね。そして、目が書いてあります。ウォート・ディズニーは、フラターニタスのメンバーであったということには間違いありません。しかし、フリーメイソンにおいてはですね、メンバー以上のメンバーであったということになります。33という数字がその証拠の一つということになります。 フラタニタスのメンバーであったということです。で、まあ、こうした、まあ、目立たないところにですね、例えば三角形のピラミッドと、そして、アイオ of Providence。節理の目を描いたということになります。まあ、キリスト教と側の方ではアイオ of Providence と言いますけれども、もともとはアイオ of Prometheus です。プロメテウスです。まあ、プロメテウスの目。 というふうに言われています。まあ、それではまずいということで、カトリックの方では、I of Providence、なわち、摂理の目と言い換えています。この絨毯にも明らかに、その、まあ、目そのものはですね、イルミナティの目ということになりますけども、現在はフリーメイソンのシンプルマークとしても使われています。 フラターニタスの文章の中で使われている十字架と同じものがイエスの洗礼の中に描かれています。1500年後のイエスの操り人形画家であったレオナルドが描いたとされるベロッキオもそうですけれどもイエスの洗礼です。その中に同じ十字架が描かれています。この黄色い枠の部分に注意してください。この時まだイエスは処刑されていませんので キリスト教で言う十字架とは相入れないものだと私、林印は主張しています。この左のイエスの洗礼の中に描かれている十字架とフラターネスたちの紋章の中に描かれている十字架と比べてみてください。全く同じです。全く同じです。つまり、イエスがですね、処刑される前にすでにこのような十字架はあったということになります。 で、中央が三味一体の十字架ということになります。Trinity c l a s と呼ばれているものです。比較してみてください。特に十字架の先のところの、まあ、形に注意してください。まあ、三つ葉のような模様になっています。そして、カトリックの方では処刑されたイエスをこの上に乗せています。つまり、こうした十字架ができる以前に、すでに十字架はあったということになります。 で、そのルーツはどこかといえばサバディオスに行き着きます。フリジア、トゥリニシアの古代の神です。神の原点と言っても良いかもしれません。これがサバディオスです。サバジオスとも言います。頭にフリジア帽をかぶっています。ザラスストラもフリジア帽をかぶっています。そしてミトラもフリジア帽をかぶっています。 フリジャーというのは中部トルコの古名です。まあ、これが私は原点だと判断しています。つまりこの神が神の中の神の神であるというふうに林色氏は判断しています。そしてこのサバディオスは独特なハンドサインをしています。薬指と小指を曲げています。そして残りの3本を伸ばしています。それと同じ ハンドサインを持った像をですね、1500年後のイエスの操り人形であったレオナルドが表現しています。で、左の下の人物はですね、ひょっとしたらサバジオスかもしれません。あるいはイエス自身かもしれません。今、まだペンディングにしてあります。そしてこのサバジオスのジオスがですね、後のゼウスの語源にもなったというふうに言われています。リオニソスの語源にもなったとも言われています。 ともかくも神の中の神ということになります。そのサバディオスをもう一度見ていただきたいんですけども、サバディオスの絵の中には蛇が表現されています。木に絡みつく蛇を見てください。そしてサバディオスの手にもその蛇が表現されています。指の間に蛇が絡んでいます。この蛇が先ほどお見せしましたフラターニタスの 十字架に絡んでいる蛇と繋がっていると私、林博士は判断しています。少し回り道をします。岩屈の生母です。向かって右側、下にいる子供に注意してください。この子供はやはりサバディオスのハンドサインをしています。薬指と小指を曲げて3本伸ばしています。で、私はこれがジーザスではないか、あるいは ひょっとしたら、ジーザスの上位の神であるサバディオスではないかと判断しています。同じような絵を、1900年代の前後のウィリアム・ブーグローが表現しています。まあ、こうした聖母子像を何枚か描いていますけども、この手に注意してください。やはり、薬指と小指を曲げて、サバディオスの手を表現しています。このようにして、遠い遠い昔と、現在へと繋が、現在とはつながっているということですね。なあち、サバディオスとは、 関係があるということです。さらにもう一つ、サバディオスと、えー、1500年後のイエスのアイズリ画家であったレオナルドと関係していることを皆さんにお見せします。これは糸車の聖母と言われています。これは糸車なんかではありません。サバディオスの杖と比較してみてください。全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。このように、まあ、この中に表現されている、まあ、イエス、もしくは、ヨハネということになるんですけども、 ひょっとしたらこれはイエスではなくて、ヨハネということになるんですけども、やはり、ま、このようにしてつながっているということですね。決してサバディオスと、まあ、なんて言いますか、イエスがつながっていないということではないということです。ま、このように、ま、ながっているということです。中部学校をご覧ください。そして、イエスの洗礼の話に戻ります。で、 ここが重要ですから、もう一度ここを確認してください。ここに十字架が描かれているということですね。この時まだイエスは処刑されていませんので、いわゆるトゥルークロスではないということになります。左がフラタニタスの紋章です。そしてその表現の仕方は全く同じであるということですね。そして左のフラタニタスの十字架には蛇が絡んでいます。その蛇というのはサバディオスの まあ、向かって右側に立っている木に絡んでいる、まあこれ生命の木というふうに考えられます。まあ下の方にですね、赤子を抱く母親が描かれています。ライ、tree of life ですね。そしてここに蛇が絡んでいるということです。こうしてつながっていくということになります。つながっているということになります。で、イエスが処刑される以前の 十字文様は何かということになります。私は、ニビルの星を表したシンボルマークではないかと判断しています。バイ・ハヤシ・ヒロシ説です、えー。ニビルが描かれています。古代においては、ニビルが、まあ、太陽系の中心部に接近し、地球でもこのようなように見えたというふうに考えられます。それが十字形になったと、ハヤシ・ヒロシは判断しています。そしてそれが、イエスの洗礼の中の十字形として、 表現されるようになった。そしてそれが、まあ、ローマンカトリックの方では、三味一体の、いわゆる、まあ、クロス、ホーリークロスとして表現されるようになったと考えています。で、右の方がサバジオスです。この絵の中には、十字形の文様は描かれてませんけれども、その十字形に蛇を絡ませたのがフランター、フラターニタスの文章となったと、私、林弘氏は考えています。こうして、まあ、結果的にですね、 形が似たということになります。あるいは、右のフラタニタスの紋章をですね、そのまま流用して、コピーして、一番左の三味一体の、えー、我々十字架が生まれたというふうに考えられます。で、結論ということになります。つまり、十字架で表現されている十字形の紋章は、イエスが処刑される以前より、はるか昔からあったということになります。そして、 ま、十字架といえば、キリスト教ということになりますけれども、十字架イコールキリスト教ではないし、キリスト教イコール十字架ではないということになります。そして、ここが重要ですけれども、十字形を見たらですね、それは必ずしも、キリスト教のシンボルではないということになります。その一つの例が、エチオピアのラリベラの教会の屋根に描かれている十字形ということになります。これが、ニビルを表す、まあ、文章であるということを、この続く動画の中で説明します。人間にとって、 十字架、つまり十字形で表現されている十字文様は何であるかということですね。その答えが続く動画の中にあります。興味のある方はどうかご覧になってください。バイ。When we had dinner each time, We pray to the heaven at International House, Melbourne University, Australia, like this way. For all these good things, we give thanks and ask for blessing on this house. Amen. I, Hiroshi Hayashi, however, did not know at that time in 1970, when I was a student there, that the international house was very closely associated with fraternity or freemason the fraternity is administratively organized into independent grand lodges each of which governs its own masonic jurisdiction which consists of subordinate lodges but my experience there has provided me with a key To solve the mystery of the holy c a u s e メルボルン大学のインターナショナルハウスで夕食を始める前には、私たちは毎回天に向かってこう祈りを捧げました。これらすべての良きものに感謝し、このカレジに祝福あらんことを。アーメン。 しかし、私、林博士は、1970年当時、その彼氏がフラターニティ、つまり、フリーメイソンと深く関わっていたことを知りませんでした。フリーメイソンからは独立した別組織でしたが、フラターニティはまさにフリーメイソンの組織そのものでした。が、そのハウスでの経験が、十字架の謎を解く重大な鍵と、 なりました。広志林浜祭り、ジャパン。フラターニティ、つまり、UI という意味ですが、そのフラターニティを創設したのは、ウィリアム・シェイクスピアだと言われています。1564年から1616 16年です。そして、ウィリアム・シェイクスピアは、1609年に、14行紙の詩集を発行しています。 これがその刺繍です。その刺繍の上に7本の、七本の光線を持った子供が描かれています。7本の光線です。つまり、このような形で、ウィリアム・シェイクスペアは自分自身がミトラ教の流れを組むフリーメイソンのメンバーであることを示しています。そしてその精神は現在の自由の像へと繋がれています。それはともかくも、ここで重要なことは、 ウィリアム・シェイクスペアがフリーメイソン・リーであったこと、そしてフラターニティという組織を創設したというその事実です。フラターニティです。UI です。その言葉に注意してください。フラターニティ。UI です。私は1970年、東京商工会議所の日豪経済委員会というところから 奨学金を得て、現在のみちこ皇后陛下のお父さんの正田秀三郎氏の世話になり、メルボルン大学に渡ることができました。その当時撮った写真がこれです。このインターナショナルハウスは全世界から王族、皇族の師弟たちが集まっていました。私のフロアにも各国の皇太子、王子が住んでいました。 今から考えますと、夢のような生活だったと思います。当時、メルボルンの人口は300万人でしたが、日本人の留学生は、私、ただ一人だけでした。日本は、まだまだ、貧しい国でした。そして、身元集計人、つまり、貢献人がないと、正規の留学はできませんでした。その貢献人にショダ、承諾、 秀三郎氏になっていただきました。まあ、当時はですね、写真を撮って記録を残すという意識はほとんどありませんでした。ですから、このような古ぼけた写真しか残っていませんけども、これが私自身の一部であることには間違いありません。そのインターナショナルハウスは、実はフリーメイソンと深く 関わっていました。これが1970年当時の私です。これがインターナショナルハウスの文章です。中央のフラターニタスという単語に注意してください。一度友人にその意味を聞いたことがあります。友人はこう話してくれました。ラテン語で友情という意味だよと。 が、しかし、その奥にはもっと深い意味がありました。そして、そのフラターニティという組織は、こういう形で表現されています。ここにはフラターニタスと書いてありますね。そして、十字架が描いてあります。 それを分かりやすくしたのがこの図と思われます。中央に十字架が描いてあります。しかし、これは今までの流れとは矛盾するものです。キリスト教でもないフリーメイソンが十字架を描いているというのです。そのヒントはゼカリアシッチンの表した本の中にありました。 この挿絵に注意してください。この赤い枠の中に注意してください。これはニビルを表すシンボルマークだというのです。中央の十字のマークに注意してください。ゼカリアシッチンは12番目の惑星のシンボル十字形が描かれていると説いています。つまり十字形は ニビルのシンボルだというわけです。もう一度、ここを確認してください。ここが重要です。つまり、十字形のこの文様はですね、キリスト教が生まれる遥か以前から、この地球の上にあったということになります。他にも、ニビルを意味する十の字の記号は、あちこちで使われています。 この円筒印象の中央にも袖が描かれています。中央の十の字に注意してください。ニビルです。そしてこのような形で光り輝くニビルを表現したものもあります。さらに、紀元前3200年、紀元前3200年の地層からはこのようなランドマークも見つかっています。中央の十の字に注意してください。二重の枠で囲まれています。ニビルです。 そしてそれと同じものがラリベラの教会の屋根に描かれています。中央に十の字があり、周りを二重の枠が囲っています。全く同じです。全く同じです。その間には4400年という年月が流れています。えつまり十字形の マークは、紀元前、はるか昔からあったということになります。となると、カトリック教会側が使っている十字架とは何かということになります。オーソドックスな十字架をいくつか集めてみました。十字の木の台の上にイエスが貼り付けになっています。これらが、カトリックのオーソドックスな 十字架ということになります。で、調べてみました。ローマ時代にはこのような台があったのかどうかということですね。まあ、それについては、いろいろな学者が詳しく調べています。これもその中の一つですけども、基本的には、ローマ時代には十字架の台はなかったということです。まあ、あえ言うならば、T 字型、英語のアルファベットの T 字型の 貼り付け台であったようです。この論文はそれを説明したものではありませんけども、この論文の中に描かれている貼り付け台は、十字ではなくて t の字、t の字になっている点に注意してください。そして、この赤い線のところにそれが書いてあります。ローマ時代にはこれが普通に使われてた貼り付けの仕方であると。そして、その上の方にはですね、 まあ、その罪人の、まあ、説明をした文言が書かれていたそうです。まあ、こんな絵も実際に中世以後に書かれているわけですね。t の字をしている点に注意してください。つまり、もともとは、もともとは十字形ではなく t の字の形をしていたと考えられます。左はローマ時代の貼り付け台を表現したものです。まあ、こうしたものが 発掘物として見つかっているわけですね。十の字でない点に注意してください。となると、現在私たちが知っているカトリックの十字架はどこから来たかということになります。謎が深まります。ここで神々の歴史を簡単におさらいしておきたいと思います。アフラ・マズダーです。 それを信奉して、ダラスストラがドラスター教を起こします。その流れの中で、ミトラが誕生し、ミトラ教が生まれます。ミトラは12月25日、馬屋で生まれています。母、アナヒーターは、処女解体です。共にフリジア帽をを被っている点に注意してください。トルコ中部の古名です。ミトラ教はそこで生まれました。そして、 そのミトラ教の非数字が7です。7本の光線に注意してください。その流れが現在の自由の像へと繋がっています。7本です。まあ、つまり、このような形でミトラ教が生まれたわけですけども、それに対して危機感を抱いたのか、イシターとシャマーシュが キリスト教を起こします。これはバビロニアに残るバウンダリストンですけども、中央頂点にイスターが立ちます。そして向かってその右側にシャマーシュがいます。この黄色い枠に注意してください。八方向に伸びる金星、これがイスターのシンボルマークです。そしてその右、太陽の紋章がシャマーシュの紋章です。こうして、 キリスト教が生まれました。もちろん、替え玉を立てて活動しました。その流れは、左はフリーメイソンへつとつながり、右はキリスト教へとつながり、やがてローマでチャーチオブローマとなって、現在のバチカンへとつながっています。で、ミツラ教と、 キリスト教を比較しています。こうして読んでいただくとわかりますように、キリスト教はミトラ教をそっくりそのままコピーしているのがわかりますミ。ミトラ教の方が500年ほど早いという事実を忘れないでください。キリスト教はその500年後に生まれたということです。馬屋で生まれています。12月25日、それから奇跡も全く同じです。 十二星座、十二人です。ミトラの勝利日を春分。キリスト教では復活サイトしました。パンとワイン、同じです。地下洞窟、同じです。バプティズムも同じです。競技も 同じです。メシアというのは変音、ミトラの変音した言葉です。守備は日曜日。神父をファーザーと呼ぶ。同じです。ただ、父親が違います。ミトラ教はアフラマザーです。 しかし、キリスト教の方では、エルシャダイというだけで、不明です。全知全能の神というだけなんですね。そして、肖像画も同じです。左がザラストラ、右がイエスです。カッパドキアに最後のものが残っています。そして、ミトラは太陽神で、イエスは光ということになります。そして、ここが重要ですけども、共に祈りの後に、アーメンと言って、 手を切ります。やってみます。上下。これはカトリック方式です。左右。もう一度やってみます。上、下、左、右です。もう一度やってみます。上、下、左、右です。十の字を切っていることに皆さんはお気づきかと思います。もちろん、カトリックの方ではこれを十字架を 表したものだと表現、意味説明しています。あるいは、私が調べたところですね、上は天、そして下は地、天と地を切って人間とのつながりを表していると解いているブロックもあります。意味は重要ではありません。で、もう一度、ここを見ていただきたいんですけども、ミトラ教、そしてキリスト教ですね。 そのミトラ教の流れを組むフリーメイソン、そしてフラターニタニーの文章が下です。そして右の方はキリスト教で使う十字架です。となりますと、フラターニータイのフラターニティのその十字架は私はニビルから来ていると判断しています。ニビルのシンボルマークがですね、現在にこのような形で残っているということになります。そしてそれをやはりコピーして右のキリスト教の十字架へつ なながっていいるるとと考えるのは、はごく自然なことではないでしょうか。もう一度、このフラタニティの文章を見てください。そして、上にはフラタニタスと書いてありますね。UI です。そして、それがキリスト教の十字架となっている。すべてコピーですから、この十字架もコピーしたと林博氏は考えています。その証拠がインターナショナルハウスのこの文章に残っていました。 そこには、フラターに立つと書いてありました。私は1970年当時、その意味を知りませんでした。つまり、フリーメイソンの、わかりやすく言えば、外郭団体であったということになります。もう一度やっています。これは、ニビルの十字を切ったものと、林博士は判断しています。もう一度やっています。ニビルの十字をこのような形で切ったものと、 私、林博士は判断しています。それ、わかりやすければ、遠い遠い太古の昔、空に浮かぶニビルに向かって、当時の人々は胸で十字を切ったものと考えられます。私、林博士はそのように判断しました。そして、その流れが現在のキリスト教の 十字架へとつながっているということになります。その謎を解く鍵となったのは、あのインターナショナルハウスでの言葉です。For all these good things, we give thanks and ask a blessing on this house.Amen. これら、すべて良きものに感謝し、このカレッジに祝福あらんこと。アーメン どうしてそこでアーメンと言ったのか、それを考えていったら、このような謎解きになりました。Bye for now.According to the official website of Judaism, it's right about Origins of the Star of David as follows. It doesn't have any religious significance in Judaism, but it is one of the symbols most commonly associated with the Jewish people. The origins of the Star of David are unclear. We do know that the symbol hasn't always been associated exclusively with Judaism.

ユダヤ人のただのシンボルに過ぎない。ダビデの星の起源ははっきりしていない。また、必ずしもユダヤ教と関係しているわけではない。キリスト教でも、モスリムでも使われている。また、ダビデ王ではなく、ソロモン王とも関係している。と。広瀬林浜ハママセリジャパン。 ゼカリアシッチンの書いた本の中にこんな差し絵がありました。意義、つまり火星人を表した絵なんですけども、その絵の中に6方向に伸びる星が描かれていたというのです。ここに6方向の光線を示す星が描かれています。この星と ダビデの星は大変よく似ています。また別の挿絵の中には八方向を示す金星が描かれています。その下にいるのはイスターです。イスターのシンボルマークは金星ということになります。この六と八を手がかりに太陽系の惑星と当てはめてみます。六を火星と 多くならば、8は金星ということになります。一致します。で、これを基準に惑星の順番を考えてみます。太陽系を外から見て数えます。火星が6番目の惑星、金星が8番目の惑星と ということを基準にして考えますと、この図の中では一番右にあるのが海王星、その左が天王星、そして土星と続き、木星と続きます。そして火星が6番目の惑星ということになり、地球が7番目、そして金星が8番目、そして水星が9番目となります。で、一番右に一応リビルを置いてみました。冥王星を外しました。そして、 8棒星、7棒星、6棒星、5棒星とぴったりと合います。そして一番右の上が2ビルのシンボルマークです。このように説明がつくということですね。で、この仮説が正しいかどうか、これから検証してみます。もう少しゼカレシチンの本を詳しく読んでみたいと思います。この本の中に まあ、こんな挿絵が載っていました。上の挿絵に注意してください。この挿絵の左上の方に8方向に伸びる金星が描かれています。8方向に伸びる金星がイスターのシンボルマークです。8という数字と金星とここで結びつくわけです。で、バウンダリーストーンを見てみますと、頂点に イスターが立ちます。女神中の女神です。メソポタミア、バビロニアでは、頂点に立ちます。そのイスターのシンボルマークは、八方向に伸びる星、すなわち、金星ということになります。八という数字と金星と結びつきます。左が神、まあ父親ということになってますけども、月の神です。そして、その左上の絵の中には、 ま、これはあの乗り物なのか、あそれともアフラマズダーなのか、判断しかねていますけども、アフラマズダーらしき絵が描かれています。そして、えー、このバウンダリストの中では、真を頂点に立てて、そしてイスターの文,様文章が描かれています。8方向に伸びる金星です。8という数字と金星がこうして繋がっていくわけですね。 まあそういうところから、ゼカレシチュンは、惑星を外から数えたものだと判断したものと思われます。海王星、天王星、土星、木星、そしてここに火星が来て、7番目に地球が来ます。そして、金星が8番目となるわけです。で、やはり、冥王星を外しているってことになります。あれ、冥王星を入れると、まあ、 えー、旧惑星となるわけですね。で、もう一つ惑星があって、その外に第12惑星、すなわち惑星 X と呼ばれている星と私は考えてますけども、2ビルがあるということになります。で、これに名王星を加えますと、まあ、数字がちょうどうまく合うということになります。金星は8方向に伸びる。星で表したというのは、まあ8番目であるからというふうに考えるのは、ごく自然な まあ、論にてますか、考え方だと思います。そして、まあ、惑星 X と呼ばれている、多分、これがリビルだと思いますけども、えー、10番目の惑星となりますけども、一般には第12惑星と言われてますから、もう一つ小さな惑星を数えていたのかもしれません。ともかくも、8方向に伸びる金、まあ、星がですね、8番目の惑星である。まあ、こんなことをですね、 えー、古代の人たちが知る良しもないことですから、これを知っていた人が、橋という8番目の惑星、なおち、金星ということにしたと考えられます。右上はですね、これ、ツタンカーメンの墓の中から見つかった文章です。で、同じようなものが、ョカフク儀の絵の中にも描かれてますけども、中央にあるのはこれ、太陽です。 太陽ですね。その周りにもやはり10個の惑星が描かれています。なあし、古代の神々、すなわちエイディアにとって10個の惑星というのは常識と常識であったと考えるのがやはり自然ではないかと思われます。では、神々はどこから来たのか。そのヒントとなったのが、くさび型文字と 広骨文字です。左上がくさび型文字で、右が広骨文字です。この両者を比べていただきますと、形が大変よく似ているのがわかります。意味も同じです。星から来た一つの味、神ということになりますし、発音もディンギルとデイで大変よく似ています。そして先ほどのゼカラシッチンの本の1ページですけども、今度はこの赤い枠で囲んだ写真に注意してください。この 最初の中に、左上に、六方星が描かれています。そして、中央に、イギギが描かれています。ゼカレシッチンは、イギギは火星人だと説いています。で、そのことについて、このように書いています。6つの星の下に、 いるのがイギキ、すなわち火星人というわけです。そして12番目の惑星のシンボル、すなわち第12惑星、ニビルということになりますけれども、その十字形が描かれているということになります。で、もう一度、ここを見ていただきたいんですけども、中央に太陽、その下に 第12惑星のニビルが描かれているということになりますね。そしてその右下に、イギキ、すなわち火星人が描かれています。そして左上には火星のシンボルマークである六芒星が描かれているというわけですね。そしてこの人たちがその中央のイギキに対して手のひらをかざしています。これは何かということですけども、これはエジプトの壁画に、その 証拠が残っています。つまり挨拶です。手をかざしてますね。で、必ずしもこう、目上の人に対する挨拶とは限りませんけれども、というのは、目上の人らしき人がですね、えー、下の者らしき人に挨拶しているのも描かれています。まあ、このように、古代エジプトではですね、えー、まあ、挨拶をしたということです。両手を広げて挨拶をして、 したということですね。それと同じ様子が左上に描かれている。そして、両側の人は中央の人に手をかざして挨拶をしています。つまり、まあ、中央の人は、これはより上位の人ということになります。で、これは誰かということなんですけども、頭の長さに注意してください。コーンヘッドですね。コーンヘッドです。まあ、こうした コーンヘッドの頭蓋骨がですね、世界中で見つかっています。300個以上見つかっていると言われています。で、これが人間なのか人間でないのかってことですけども、人間ではありませんね。明らかにこれは人間ではありません。頭蓋骨のですね、骨の数が人間とは違います。 まあ、ともかくもこの両者を比べていただくとわかりますように、このイギギ、すなわち火星から来た人というのは、超頭人間であったと考えられます。もっと正確には、縦長超頭人間です。横長超頭人間は、ドゴン族のレディーフに残っています。で、頬骨っていますかね、両脇が異様に出っ張っていると。で、私はこの縦長超頭人間はイギギギと判断しました。バイ・ハヤシヒロシです。 で、右が人間の頭蓋骨ですけども、まあ見るまでもなく形が違うってことですね。で、眼光も大きいです。まあ子供の時から、赤ちゃんの時からね、頭を巻いて、このような頭を変形した頭を作ったという説は、もうこれで吹っ飛ぶと思います。で、さらに詳しく調べてみますと、先ほど言いましたように、 ま、火星から来た人と言って断言していいわけですけども、この超等人間の頭蓋骨にはですね、あるべき骨がありません。この頭をこれから検証してみます。今、人間の頭蓋骨とは骨の数が違うと言いましたが、これは人間の頭蓋骨です。 ちょうど頭の中心部でですね、このように三つに分かれています。この上の部分が一枚しかないということですね。これは人間の頭蓋骨です。頭の、まあ、頭頂部を中深くご覧ください。縦に方向線がありますね。しかし、超等人間、すなわちエロンゲイティスカルにはその縦の方向線がありません。 横の方向線は見えますね。しかし、縦の方向線がありません。この丸の部分に注意してください。ここに本来あるべき方向線がありません、ね。すなわち、これは人間の頭蓋骨ではないということになります。他のコーンヘッドの頭蓋骨とも、も見ていただきます。右が人間の頭蓋骨です。まあ、子供の時から繰り返しますけども、板や 布でですね、頭を巻いてこのような頭を作ったという説は、もう通用しませんね。ここに方向線があるはずなんですけども、方向性がありません。いくら頭を縛っても、方向性まで消えるということはありません。これは、えー、エクアドルで見つかった骨ですけども、もうこの骨を見つけて私実は 5, 年5、6年になるんですけどもね。まああの、この骨の、やはりこの頭頂部を見てください。 左が人間です。右が、まあ、方向性のない超等人間の頭蓋骨ということになります。私の知る限り、この写真が最もよくわかる写真ではないかと思います。まあ、前頭部に一本方向性がありますが、しかし、後頭部にかけて二つに割れる方向性がありません。ありませんね。で、左が 人間の頭蓋骨。右が超等人間の頭蓋骨。なあち、超等人間の息々は少なくとも人間ではなかったということになります。その息々について、ベルギー在住の研究者のスティーブン・セチャーさんが大変興味深い資料を届けてくださいました。これはヴィマーナです。インド周辺で現れた まあ、エイリアンのクラフトということになります。ビマーダです。まあ、こうしたビマーダがインド各地で目撃されていたということになります。スティーブン・セジャーズさんのレポートです。このマハーバラータについては、 別のところで詳しく全文翻訳しました。 安乱期と人間と意義の関係がわかります。 話を先に進める前に、えー、キリスト教と人間との関係について説明しておかねばなりません。2000年前のイエスの実像と私が判断した絵です。この左上二つは全く同じ人物です。そして1500年後に、その同じ人物、すなわちイエスが現れました。これらは、 イエスの実像ということになります。そして、いろいろな彫刻や絵を残しました。これが替え玉のイエスということになります。そして、替え玉のイエスは処刑になりました。その間に立って、つまり人間と1500年後のイエスの間に立って、その接点で活躍したのが、右からミケランジロ、リオナルド、そしてシニョレリ。 ラファエルもそれに変わると思います。ですから、中段はですね、操り人形であったということになります。特にシノレディとダヴィンチは同一人物なわち、レオナルドは存在しませんでした。シノレディに火をつけ、大きな鼻をつけたのが、レオナルドということになります。そのイエス、つまり2000年前のイエスは、 火星人と接触がありました。その証拠がこの絵ということになります。まあ、写真から起こした絵ということになります。右にいるのが超等人間です。この超等人間の首の下を見てください。顎の下を見てください。生命維持装置のようなものをつけています。それから左側にいる2000年前のイエスも奇妙な衣服を身につけ、頭には奇妙な帽子をかぶっています。この右の超等人間の 顎の下を見てください。奇妙な装置がついているのがわかります。つまり、えー、2000年前のイエスの向かって右側に立っているのは、コンヘッド、超頭人間、すなわち異議器、すなわち火星人ということになります。この顔と先ほどの、これはパラカスで見つかった超頭人間の頭蓋骨ですけども、輪郭線がぴたりと一致します。 ここが重要ですから、しっかりと確認してください。なあち、2000年前のイエスの向かって右側に立っているのは、火星人ということになります。火星から来た人、すなわち、異ギキということになります。右の絵は、ブルガリア・ソフィアのアレクサンドラ・レフスキー寺院に残っている絵です。この中にも奇妙な人物が描かれています。頭が異様に長い。 そして顔が人間らしからぬいうことです。現在この絵は修復され、まあ、完璧に近いほどまで西洋人に描かれています。ともかくも修復される前の絵を注意深くご覧ください。この顔の、この顔もですね、やはり左の超人間の輪郭と一致します。もう少し顔の比較を進めてみます。今言いましたように左が2000年前の イエスです。これもイエスということになります。顔が同じです。両者は全く同じです。これがまあ2000年前のイエスということになります。そしてまあ操り人形のイエス、つまり替え玉を使って活動していました。 そのえ玉の方は処刑になってしまいました。それについての動画は詳しく別のところで説明していますので、どうかそちらをご覧になってください。つまりこの両者は違いが全くないという点で同じ人物だというところに注意してください。左が小刀人間と一緒に描かれていた人物です。右がまた別の絵ということになります。 この左、右のですね、向かって右の周辺にいるのは、えー、2000年前のイエスの弟子たちと林博士は判断しています。なわちこの両者は2000年前のイエスということになります。そしてこの2000年前のイエスは、やはり首のところに奇妙な金をつけています。ここの部分です。この部分に注意してください。先ほどの 相当人間と同じように首の下に、顎の下に奇妙な金をつけています。これは何かということになります。やはり私は生命装置、生命維持装置の一部ではないかと判断しています。そして今も言いましたようにこの周辺に、イエスの周辺にいるのは、実はイエスの仲間ということになります。そして右の人もですね、やはり これははっきりしませんけれども何かしら、シワのようでシワでないような生命維持装置のようなものをつけているのがわかります。この黄色い上下に管のようなものが走っているのがわかります。まあ、ともかくも、ここに描かれている人たちは、こうした器具を必要とする人たちであったということになります。そして、右下の先ほどの超党人間と比較してみてください。やはり、 ま、奇妙なものを取り付けているということになります。そして、パラカスの超頭人間はそのまま、ゼガレシッチンの本の中に表せる、表されている、この超頭人間、イ生キ,キと繋がっていきます。つまり、これらは皆、火星人ということになります。すなわち、6番目の惑星から来た火星人ということになります。第6惑星ですね。もちろん、そんなことを知っているのは、宇宙を自由に航行できる人たち、すなわち、エイリアンということに、 なります。人間ではありません。で、私が考えた七曜日のモデルについて説明しておきます。現在私たちは日月火水木金銅の七曜日を使っています。1プラス6イコール7の比数学です。7番目の地球の話ということになります。 で、太陽ですね。水星。金星。そして月です。地球は月と置き換えます。内惑星です。そして火星。木星。土星。1プラス6の比数学です。7です。そしてこのブルーの枠で囲ったのが内惑星。そして火星、木星、土星を 外惑星と言います。そしてそれをダビデの星に当てはめてみます。水星。縦三角が、これが内惑星を表します。金星。地球です。これで内惑星ですね。今度は外惑星を置きます。火星。木星。土星。 と並びます。逆三角形の、逆三角形は外惑星を表しているというわけです。これを順に読みますと、日月火水木金土と並ぶわけです。中央に対応を受けます。まあ、ともかくも、月、火星、水星、木星、 金星、土星、そして、えー、私たちが現在使っている日月火水木金土の七曜日ができたと、私、林博士は考えています。by、林博士です。そして、現在のカレンダーへと繋がりました。まあ、いろいろな説明がなされてますけども、大変難しい説明ばかりで、まあ、読むだけでも大変な説明です。 が、私の説明は大変わかりやすいと思います。そして、この、六方星をもとに、中国に残る、引用、五行論が生まれました。月を外して、そして、今度は逆回りに、それを並べていきます。木星ですね。火星ですね。土星ですね。逆回りに置いていきます。 金星です。そして水星です。そして木下独根水。あるいは木下独金水の中国の五行理論が生まれました。つまり同じモデルで生まれたということになります。ここでは2プラス5イコール7の指数学が使われています。繰り返しになりますけれども、こんなことをしていたのは宇宙を自由に航行できたエイリアンということに なります。人間ではありません。で、そのモデルはどこから来たかということになりますね。当然、火星ということになります。上が地球で、下が火星です。地球と火星の自転周期はほとんど同じです。ですから、曜日の概念を火星人がですね、地球に持ってきたと考えても、私は驚きません。 つまり、曜日のモデルの原型を作ったのは、6番目の惑星に住む火星人であったというふうに考えられます。で、結論ということになりますが、このように、第6惑星と、そして第7惑星の地球、そして第8惑星の金星が密接不可分につながっていく、すなわち、太陽系の惑星、 の順番を表しているということになります。そして、私たちが現在知っている、えーまあ、シンボルマークですね、えー。8方向に伸びる金星、そして7方向に伸びる7防星、そして6防星、5防星というのはそれぞれ金星、地球、火星、それから木星に対応しているということになります。 そして一番目にこれはあの、第12惑星のニビルを置きましたけれども、もう一個惑星があるというふうにエイリアンたちは考えている、いるというふうに、まあ、推察できます。そしてこの火星の6番目のシンボルマークがダビデの星ということになります。つまり、ダビデの星の意味はですね、第6番目の惑星を表すシンボルマークということになります。その証拠を今皆さんにお見せしました。 火星人、火星人、火星人ということになってくるわけですね。そして、この火星人たちが、ユダヤ人たちを助けた。その一つが、イエスとの関係ということになります。ですから、ユダヤ人が、のシンボルマークとして使われていたとしても、おかしくないということになります。もう一度、左の2000年前にイエス、そして、その横で、右に、向かって右側に立っている、ちょうど人間を、 見ていただきたいと思います。これは一般には、婦人と、えー、説明されていますけども、婦人なんかではありませんね。大変まあ、普通でない顔をしています。そして、顎の下には、生命維持装置らしきものをつけています。なあち、このダビデの星は、火星を表すシンボルマークということになります。これが林博士の結論です。 すなわち、火星から来た人たちのシンボルマークということになります。最後にもう一度、ユダヤ教の公式,公式ホームページの説明を読んでいただきたいと思います。ユダヤ教においては宗教的な意義はない。ユダヤ人のただのシンボルに過ぎない。ダビデの星の起源ははっきりしていない。 また必ずしもユダヤ教と関係しているわけではない。キリスト教でもモスリムでも使われている。またダビデ王ではなくソロモン,ロモン王としても関係している。まあ、チンプンカンプンでわけわからんというわけですね。しかし、このダビデの星を火星のシンボル、そして火星から来た人たちのシンボルと考えると謎はすっきりと解けます。これが今日の私、林士の結論ということになります。 By for now. The 6,000 year old Sumerian descriptions of our solar system include one more planet which is called Nibiru. Nibiru means Planet of the crossing. The description of this planet by the Sumerians match precisely the specifications of the planet X or the tenth planet, which is currently being sought by the astronomers in the depths of our own solar system. Why did they know this planet named Nibiru or the tenth planet? The answer seems to be very simple. They knew this fact. Because they were aliens from the outer space. Here, I, Hiroshi Hayashi, can show you more surprising fact to prove this fact. That is to say that they knew it because they were aliens. 6000年前のシュメールの年度版には,この太陽系には もう一つの惑星があったことが書かれていました。それがニビルという名前の惑星です。ニビルです。このシュメール人が説いたニビルという惑星は、ごく最近見つかった惑星 X の特徴と正確に一致しています。ニビルという名前は、横切る惑星という意味です。事実、その名前の通り、惑星 X は超大円軌道を描き、 他の惑星を大きく横切りながら太陽の周りを回っています。また、惑星 X の大きさは木星、土星に続いて第3番目の大きさの惑星と考えられています。つまり太陽系の奥深くにある第10番目の惑星です。では、なぜシュメール人たちはその惑星のことを知っていたのでしょうか答えは言うまでもなく、 シュメール人たちを指導していた神々は、つまりは地球外からやってきたエイリアンだったからです。わかりきったことです。が、この程度のことは、すでにゼカリア・シッチンなどによって証明されています。で、この動画の中では、さらにそのゼカリア・シッチンの生徒を裏付けると同時に、深い視点から、ニビルについての謎に迫ってみたいと思います。広し林し、 ハママシティ、ジャパン。では、画面を見ながら話を先に進めます。ゼカレシッチンです。1920年に生まれ、2010年に亡くなっています。そのゼカレシッチンが、こんなレリーフを手に持って写真に収まっています。これがそのレリーフです。向かって右にアヌオがいます。そして左に、 人気種、ジダ、そしてアダパーが言います。アダパーというのは遠期がですね、エリルの都市で最初に作った人間と言われています。アダパー、すなわちアダムのことです。そして左上に太陽系が描かれています。で、これはですね、まあこの太陽系が描かれているという点からですね、あの方が太陽系の説明をしている。 場面だというふうに説明されています。が、実際に私はですね、これは、えー、南風の翼を追ってしまったですね、えー、アダパーが人気衆時代に釣られて、アヌオの前に連れて来られた時の死んだというふうに解釈していますが、今日はここがポイントではありません。えー、向かって右からアヌオそして、えー、中央に人気衆時代、そして一番左にアダパーがいます。で、この太陽系の レリーフに注意していただきたいと思います。中央に太陽が描かれています。そしてその周りを惑星が取り囲んでいます。で、これを、その惑星についてですね、実際の、まあ、右がサイズコンパーリスをした惑星の写真ですけども、それと比較しています。一番大きいのが木星と考えます。で、二番目に大きいのが土星ということになりますね。で、こうして並べていきますと、まあ、この木星と土星を基準にしてですね、あと惑星、 どれがどの惑星であるかがわかるわけです。で、火星ですね。地球です。金星です。そして水星ですね。大きさも、っますか、大きさの比率も一致します。なあち、ここに描かれているのは水、金、地、火、木、土。天王星ですね。海王星、そして冥王星、ということになります。 まあこのように一致するということですね。すなあち、このレリーフはですね、正確に惑星の大きさを、まあ、比率といいますかね、サイズコンパリズムを表現しているということになります。もう一度、惑星を順に置いていますから、皆さん自身で確認してください。これを偶然というか、それとも、そういったことをね、知っていた人たちによって描かれたものであるというかは、判断するかは、皆さんの問題ということになります。 こんなことをですね、当時の人間が主りしもことはですね、当時の人間は主りしもなかったということです。で、もう一つ皆さんに確認していただきます。水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、 海王星、冥王星と来るわけですね。この一番最後のプルート、冥王星はその下かもしれません。で、一個、惑星が残ります。大きさの比率が同じである点に注意して、この、えー、この動画を見てください。まあ、これだけでもね、えー、古代の人たちはエイディアン。 と呼ばれるエイリアン、神々と呼ばれるね、エイリアンによって指導されていたという証拠になるわけです。で、あと二つ、まあ惑星らしきものが残るわけですね。で、左上がニビルってことになりますけど、それを確認するためにですね、実際に惑星 X のサイズコンパリョンを右上に表示しておきました。で、惑星 X は大きいんですね。木星と線に通て3番目に大き,い大きい惑星と言われています。 ですから、この左のレリーフの中でも、この3番目に大きいこれをですね、まあ、私、林良しはニビルと判断しました。で、ニビルのシンボルマークを置いてみました。十オノがニビルのシンボルマークということになります。で、この惑星の配列順は、ゼガレシチンが説明している惑星の配列順とちょうど逆回りになります。私は時計回りにそのように判断しました。ゼガレシチンは時計と反対回りに そのようになっているというふうに説明しています。で、これは中国のね、除花複儀の、まあ、絵ですけども、やはりここにも10個の太陽を中心として10個の惑星が描かれています。どうして、まあこうした事実をですね、古代の人たちが知り得たかということを、もう少し皆さんね、素直に言ってますか、考えていただきたいと思います。人間には知る良しもなかったんですね。しかし、こうして、まあ中国でも正確に10個の惑星が 描かれているということです。で、一つ残ったのが、まあ、ニビルということになるわけですね。それで、ニビルの話に進めていきたいと思います。惑星 X イコールニビルということになるのでしょうか。まあ、そこをね、直接その二つを結びつけるということは、まあ、現代の科学の世界では否定されてますね。で、この超大円の惑星を描いて、ニビルが 太陽系の、太陽の周りを回っています。その時に、他の惑星を横切るわけですね。ですから、横切る惑星というふうに、まあ、リビルというのはもともとはね、横切る惑星という意味だそうです。それで、エイリアンたちは太陽系の惑星を外側から数えていました。で、火星が6番目、7番目が地球、そして、金星が8番目ということになります。イナンナンシタルのシンボルマークは、 金星で八方向に伸びる光線ということになっています。で、このクエスチョンマークのところにリビルがあるのかということになるわけです。まあ、その判断と言いますかね。逆に言いますと、こうしたことをどうして当時の人間が知れたかということになりますけども、まあ、そんなことはありえない。 ということで、逆説でって言いますか逆説でって言いますか論理的に考えて、これらは、まあ、当時の人たちが神々と呼ぶエイジェンによって使用されて作られたものだということになります。そしてですね、大変興味深いことに、土星と天王星の間に、まあ、右、右下はですね、ニビルが描かれてますね。ということは、その、このレリーフが作られた時にはですね、ちょうど、ニビルが土星と天王星の間にあったというふうにも解釈できます。 まあ、それからね、このリリーフができた年代を推定することもできるということになります。で、私の説を聞いていただきたいと思います。なぜ曜日ができたかということなんですね。で、太陽中心として、水、金、地、火・木、土と並びます。地球は太あ月に置き換えます。そして、水、金、地、月をですね、これは内惑星と言います。そして、火・木、土を外惑星と言います。 ここがポイントですね。内惑星と外惑星です。三つずつになります。そしてそれをダビデの星に並べていきます。これが外惑星を、内惑星を示す三角形です。水、金、地、ここが月が来ます。そして次の三角形に火星、木星、土星を置きます。こうして内惑星と外惑星を三角形で繋ぎました。 そして、これを時計回りに読んでいきますと、月、火、水、木、金となります。で、月をここに持っていきます。まあ、現在ね、まあ、皆さん、あの、いろいろ調べていただければ分かると思いますけども、大変複雑な、一読者だけでは分からない説明の仕方で、なぜ曜日が決まったかということを、世界中の学者が説明しています。が、林いろが考えたモデルは大変単純で、まあ、分かりやすいということですね。そして、 それが現在私たちが使っている日月火水木金等という曜日につながっていきました。これは、まあ、林広史説といいますか、林宏史のモデルということになります。では、運行だ、引用ご運論はどうなったかということですね。ごめんなさい。で、太陽と月を外しまして、そして今度は逆回りに置いていきます。時計と、 反対回りに回ります。そうしますと、木下独根水の、引用語行論の並び方になります。すなあち、えー、引用語行論は、曜日の並び方の別のバージョンということになります。このようにして、同じモデルを使ってですね、曜日と、それから引用語行論が説明できるということです。まあ、こんなことができたのは誰かということになるわけですね。当然、こうした惑星の配列順をしていた人、すなあち、エイリアンということになります。 で、結論ということになりますが、先ほどから皆さんにお見せしているこのレリーフの中に描かれているその太陽系についてですね、もう少し簡単に説明しておきますけども、まあ、このようにですね、大きさを順に、まあ、いわゆるサイズコンパーリスにした惑星をですね、順に置いていますと、なんて言いますか、正確にその大きさの比率、比率といいますか、大きさが一致するということです。まあ、地球上で見ていてね、 惑星の大きさまでは分かりませんからね。逆に言いますと、なぜこんなことを古代の人たちが知っていたか、なんていう、まあ、遠回しな、野暮なことは言わないでですね。これは当然、こうしたレリーフそのものも、まあ、当時のですね、神々と呼ぶエイリアによって指導されて作られたものだということになります。 つまり古代の神々はエイリアンであったという、まあ、証拠の一つということになるわけです。そして最後に残る左上のがですね、ニビルであるという説明も今してきました。で、ニビルというのは近年になっていますが、まずか惑星 X がですね、確認されたのは近年になってからです。左上がニビルです。当時は このレディフが作られた時には、土星と天王星の間を、まあよ回っていたということになるのではないでしょうか。ですから、まあ、土星と天王星の間に、この、まあ、ニビルイコール惑星 X とね、あの、断言するのはまた危険だ、危険だと思いますけども、まあしかしこのようにして描かれているということですね。 で、これをどう判断するかってことになってきますけども、大変興味深いことにですね、これはあの、このレディンスそのままでですね、あの王の前に呼び出された人気集字だと、それからアダパーの、が同時に描かれているってことですね。なあち、アダパーというのは、先ほど言いましたように、延期によって作られた最初の人間す、なあち、量に創出ということになるわけですね。いわゆるまあローマ名はバカ爆発ってことになるわけですけどもね。で、延期イコールプロメテウスですからね。 ですから、ま、このようにして、えー、描かれている、同時に、えー、ジョカ・フ服にイ,イコール、延期、ニフルサム・説を唱える林広氏の説とも、こうして一致していくわけです。あのうです。そして人気種、ジーダですね。そして左にアダパー。アダパーというのは、泥という意味だそうですね。そして、あのー、ジョカ・フ服にも泥から、 あの、人間を作ったというふうに中国の伝説では言われていますで。手には直角定規とコンパスを持っています。これが現在のフリーメーソンのシンボルマークとなっています。なあち、プロメテウスの流れを組むということですよね。いわゆる人間側から見れば、私たち人間を創造してくれた大恩人ということになるわけです。さあ、皆さんどう判断なさいますか古代の神々はエイリアンでした。さらに、 証拠が集まってきました。Bye for now. Wikipedia write about Zekaria Shichin as follows. Zecharia Shichin was a Soviet-born American author of books proposing an explanation for human origins involving ancient astronauts. Schigin attribute the creation of the ancient Sumerian culture to the Anunnaki, which he state was a race of extraterrestrials from a planet beyond Neptune called Nibiru. He believed this hypothetical planet of Nibiru to be in an elongated elliptical orbit in the Earth's own solar system, asserting that Sumerian mythology reflect this. Shichen's books have been sold millions of copies worldwide and have been translated into more than 25 languages. However, Shichen's ideas have been rejected by scientists and academics who dismiss his work as pseudoscience and pseudo history. His work has been criticized for flawed methodology and ミストランスレーション i o n of a ト c i e n t text as well as for incorrect a s Wikipedia 百科辞典の内容を簡単に言えば、ゼカリア・シッチンの説は現在、アカデミック・ササイエティーでは、エセ科学、エセ歴史学と位置づけられ、完全に無視され、否定されているということです。その一つが、シッチンが説いた 第十二惑星ということになります。ここで今一度、ゼカレ・シッチンが説いた第十二惑星について考えてみたいと思います。広し早市浜松市ジャパン。では、画面を見ながら説明します。これがシッチンの書いた本です。で、その中に大変興味深い写真が何枚かありました。それを拾ってみました。 これがですね、ニビルの軌道と、まあ、シチンが解いているものです。で、この二つがですね、ニビルを表すシンボルマークだそうです。強い光線を放っている様を表現してあるのだそうです。で、その円筒印象の中にこのような模様があるわけですね。中央が太陽で、周りにまあ9個の惑星プラス1があると。左上がシチンは、えー、ニビルだと解いています。 これがその円筒印象の実物です。シュメルの円筒印象です。で、この中にその、まあ、太陽と、それから惑星が描かれているというんですね。で、ちょっと私と、まあ、位置についてですね、えー、しちんと考えた違いますけども、まあ、ちょっと私の説を聞いていただきたいなと思います。で、これが太陽、それ並びに太陽を取り巻く惑星ということになるんですけども、右がですね、実際の大きさを、まあ、 サイズコンパリーゾンしたものです。で、左のですね、一番大きいこの丸、これを私は木星と考えました。次に大きいのは土星ですから上に行きますね。そしてあとは順に惑星を並べています。大きさに注意してください。大きさも正確に、まあ同じように表現してあるということですね。これはもう偶然ではありませんね。えー、偶然ではあり得ない、まあ、確率でこのように、まあ、円筒印象の中に彫り込まれているということになります。 天皇星は小さいですね。これを皆さんどう考えになるかってことですよね。で、順に置いていますが、水、金、地、火星が小さいですね。火、そして木星が大きくて、で土星が大きくて、天皇星、海王星、そして冥王星ときます。 で、一つ残るんですね、ここに。そして左上がですね、シュチンはこれを、ニビルだと解いています。その点には、私は、依存はありませんけども、右の一つが余るというのは謎なんですね。で、これがですね、やはり、シ、え、メール残る円筒印象の模様ですけど、中央に書かれているのが、これがニビルということになります。十の字を、まあ、四角い十字が形が囲んでいるということですね。 で、中央にそれがあります。この二つは、ニビルを表す模様だと言われています。で、右の模様はシャマーシュの模様にも、シンボルマークにも似てますね。で、ニビルの模様をここに置いています。やはりこう一つ余るんで、これは何かなとってことになるわけですけどもね。これはここのビデオの中ではペンディングということにしておきます。で、中央区に残る、ジョーカとクギの絵を見ていただきたいと思います。上と下に太陽が描かれ、その周辺に10個の惑星が描かれています。 中国でも10個の惑星を書いていたんですね。まあ,あ、土星までは肉眼で見ることができますが、それ、以炎のね、えー、惑星については肉眼では見ることはできないんじゃないかと思われます。まあ、除フク技の、まあ、謎めいた、あまあ、なんて言いますかね、そうこうしたことをしたということがここに書かれています。 で、もう一個数えていますけども、除火副技のですね、えー、人間を創造したと言われている、まあ、中国のね、伝説上の、いわゆるまあ、人間の、いわゆるまあ、したと言われている除火副技ですけども、やはり10個描かれていると。で、右の、いわゆるまあ、シュメールの円筒印象にも10個の太陽を取り巻く、10個の円筒、まあ、惑星が描かれて、その大きさが正確に実際の、えー、惑星の大きさを表しているということですよね。まあ、これをどのように考えたらいいかですけども、 10個の惑星。ってことになりますね。で、これは人間が知るよしもなかった事実ということになります。で、ちょっと話はそれますけども、エイリアンの宇宙船についてまあ考えておきます。まあ、こうしたまあ遠筒印象が見つかっているわけですけど、この赤丸で囲んだのは何かですけども、真ん中にまあ神らしき人が乗っていますね。 で、この、これがその、いわゆる神に羽があるのか、それともこれは何なのかってことなんですけどもね。やはりこう、同じように、まあ、天にですね、このような乗り物らしきものは書いてあるわけですけど、これは、こ,こ、こ,この絵で、まあ、堀あの遠筒印象で決定的にわかりましたね。一般にはこれはアフラマズダーだと言われてますけども、アフラマズダーは乗り物に乗っているのか、それとも羽が生えているのかということになるわけですね。で、順に並べてみますと、 まあ同じようなコンセプトで、同じように書かれているということです。掘られているということですね。で、左上の方が3人乗ってる感じですね。で、右下の方がですね、これは誰も乗ってない。なあち、シッチンはこれをですね、いわゆる太陽のボート。なあち、宇宙、宇宙とね、地球を行き船だというふうに解釈しています。実際そうだと思いますね。これが初めて言っていますか。3人乗ってるのに、私は気がつきました。 三人乗ってますね。ということは、これは、羽ではなくて、乗り物だということになるわけです。そして、下にですね、円半円が描かれているのに注意してください。まさにボートなんですね。で、この宇宙船、なあち、太陽のボートに三人が乗っているっていうふうに、ま、解釈できるわけです。で、左がですね、これがファラオを描いた古文書だと言われています。 まあ、エジプトですね。やはりこの船らしきものに、えー、神々が乗っています。同じコンセプトだってことですね。そして、えー、下がですね、中央下がですね、これが人間、神が描かれてない乗り物だ。そして、こうことになりますし、下はですね、その乗り物に神が乗っているということを表したものではないでしょうか。みんなですね、シッチンが、えー、エイリアンたちのクラフトだと言ってますけど、上二つを反転しますと、まさにボートの形になりますね。 そして、そのコンセプトがですね、ペルセポルスに残るアフランマズダー像へとつながっていきます。なあち、アフランマズダーは、こうした乗り物に乗って空を飛んでいたということになるわけです。羽ではないということがわかりました。で、ニビルに話を戻します。で、このニビルのシンボルマークにちょっと注意していただきたいと思います。真ん中に十字があって、それを、まあ、囲んでますね。 で、これがニビルが輝いている様を表しているとシッチンは解いています。で、並べてみますと、えー、真ん中がですね、これが宇宙空港への、まあ、方向指示だと、えー、ゼカレシッチンは解いています。で、中に同じ模様が描かれています。なじち、ニビルへの方向を示しているということですね。そして同じものがですね、12、13世紀にできましたエチオペアのラリベラの天井とカッパーフェクトに一致します。 パーフェクトに一致してるんですよ。真ん中と右の模様がですね、完璧に一致しています。ということは、ラリベラのこの、まあ、屋根の模様はですね、えー、十字架をもじって作ったものではなくて、さらにそれ以前のニビルの、えー、シンボルマークをもじって作ったものということになるのではないでしょうか。 これがラリベラです。エチオピアのラリベラに案内します。ただ現在はですね、このように白い王位がかけられていますから、直接この模様を見ることはできませんでした。で、これがラリベラですね。石を、岩をですね、石というよりも岩を、えー、一つの岩を上からくり抜いて作った教会と言われています。全部で11個あります。まあ、ラリベラ王がですね、えー、寝ていると夜な夜な セントジョージ、ゲオリゲ、ゲオリゲですかがやってきてですね、そしてこういったものを作れというふうに指示したというふうに言い伝えられています。その模様がですね、パーフェクトに一致します。皆さん自身でご確認ください。となりますと、これは十字架をもじって、ラリベラの、まあ、屋根ですね、まあ、十字架をもじって作ったものではなくて、それ以前の、いわゆるネビルの星をもじって作ったものということになるのではないでしょうか。 間には4,400年という年月が流れています。まあ、ラリーバラのな謎も深まりますね。で、今回、まあ、え印象にも同じような模様があり、それをシッチンはニビルだと判断しています。もう一度比べてください。これが、あまあ、ニビルの文章だと言われているものです。そして,そして同じものがですね、えー、ニビルの、まあ、 方向を示す方向シ示ーとして描かれている、そしてそれがですね、12、13世紀に作られた、エチオピアのラリベラの教会と天井の、天井とか屋根のですね、模様と一致しているということです。果たして皆さんこれは偶然なんでしょうかそれとも意図されたあ、なんて言いますか、エイディアンの創造物なんでしょうかということになるわけですね。でともかくもですね、まあ、このように、えー 神々は、こうした乗り物に乗って、空を自由に行き交っていたってことになります。そしてそれは、ボートの形をしていますね。なあち、ファラオの乗り物と一致するわけです。そしてここには、太陽と、それを取り囲む惑星が描かれてますけども、大きさを順に置いてみますと、その大きさの比率がですね、完璧にこれまた一致するわけですね。皆さん自身の目で、確認してください。水星は小さく。 ね。水、金、地、科目、土天界・開。冥王星は本んと小さいですね。このように、まあ、表現されているということです。こういうことを知っていたのは誰か、知り得たのは誰かということを逆に考えてみてください。続くビデオの中で、七曜日の謎と、それから、木下、独根性水の五行理論の謎を私が説明します。誰がこんなことを知っていたのか、どうして知り得たのかという視点で考えますと、その向こうに、おのずと答えが見えてくるものと私は思います。 そしてこうした偶然をですね、まあ、エセ科学、エセ歴史書というエキス、エセ歴史というふうに片付けてしまうのは私はどうかと思いますね。まあウィキペディアを書いた方はそのように判断なさっていらっしゃるんでしょうけどもね。皆さんはどのようにお考えになりますでしょうか出ッチンは本当にエセ学者だったのでしょうかそれとも真実の追求者だったのでしょうか続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about weekdays and yin-yang five element doctrines, and it's my pleasure to explain here in this video how these doctrines were created long time ago in Babylonia. My idea is quite simple and easy to understand. 曜日と陰陽五行はどのようにして決まったか について説明します。太陽です。太陽に近い方から惑星は水星、金星、地球ですね。そして火星、木星、土星と並んでいます、えー。地球はですね、月と置き換えます。そして水星、金星、月をですね、内惑星と呼び、火星、木星、土星を外惑星と呼んでいます。1プラス6イコール7のバビロニアの比数学に則っ,った、まあ、ドクトリンということになりますね。 今言いましたように、水、金、地球、まあ月ですね。内惑星と言います。そして火星、木星、土星を外惑星と言います。そしてダビデの,ダビデの星が決まりました。ダビデの星は基本的には三角形が2つ組み合わさっています。まあ、六角形ではないんですよね。三角形が2つです。そして縦の三角形を 内惑星とします。で、外の、外のと言いますか、あの、逆三角形の外惑星とします。そして、このダビデの星に内惑星、外惑星を並べていきます。まず水星ですね。そして、時計回りに金星。ここに金星を持ってきます。そして、次に月ですね。こうして、内惑星の位置が決まりました。今度は逆三角形の外惑星です。火星をここに持ってきます。そして、やはり時計回りに火星。 木星、土星と持っていきます。こうして、外惑星の位置が決まりました。そして、普通は中心にですね、太陽を置きますね。ですから、ダビデの星の中には、中央に丸い、まあ、まあ、太陽ですけどもね、が描いてあるのがあります。そして、これをですね、順に戻していきます。月。それから、火星。水星。木星。 金星と生と戻していくんですけども、もうお分かりですね。こうして、太陽、日、そして月、火、水、木、金、土と決まりました。バフィロニアでは1プラス6、すなわち、日曜日が先だったということになるわけですね。まあ、こうして、曜日が決まったということです。で、現在、私たちが使っているカレンダーになりました。Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday ということになります。 で、私の考えたモデルは、まあ、わかりやすいと思います。今度は、引用語行論について説明します。まあ、中国で生まれたということになってますけども、中国ではありませんね。今、使いましたモデルを基本ですね、これは今言いましたように、えー、糸丸に、月、火、水、木、金、土と並んでますね。そして、それをですね、まあ、あの、5つの、まあ、丸と言いますかね、に分離します。 上はまあ、6個って言いますかね。六角形の形、基本的には六角形の形をしてるんですけどもね。そして、えー、まず木星をここに持ってきます。今度は時計と逆回りになりますけども、下を全部逆回りにすれば、同じやっぱり時計回りになるってことですよ。あのー、まあ常識的にね、現在引用語行論の木下土金水はあの、あ時計回りに回ってますけどもね、反時計回りだったと考えられます。まあそれはともかくも、こうして今度は時計回り、時計と反対回りに順に置き直していきます。 そして最後に月が残りますね。で、この月は外に出します。こうして引用五行が決まりましたけれども、ベースは先ほど言いました、まあ、ウィークデイズを元にしているということですね。すなわち、えー、引用5行は中国で生まれたのではなくて、まあ、ウィークデイズの一つのバリエーションということになるわけです。まあ、このように理解しますと、引用五行論もですね、簡単に理解できるということですね。なぜ、木下独根水になったのか。その理由はここにあります。 ということで今日はウィークデイズと引用語行の基本的な考え方について説明しました。が最後に一つだけ問題が残りますね。今言いましたように水、水金、地位、科目、銅の、まあ、惑星のですね、配列順に従って、まあ w e デイズが決まり、そして引用語行が決まったということになるわけです。 となりますと、誰がそれを作ったか、誰がそれをしていたかということになるわけです。もちろん人間ではありませんね。太陽系を自由に飛び回ることができた人、なわち、別の知的生命体ということになります。その別の知,知,知的生命体がですね、人間を指導して曜日と、そして引用五行を作ったということになります。そして、まあ、バベロニアのですね、7、比数学ですね。1プラス6、もしくは2プす5。 イコール7の比数学に基づいて決まったということになります。thank you very much for watching and see you again next time。bye。